おはようございます。遅くなってすいません。遅くなりました。おはようございます。すいません。高尾さん、リラックマありがとうございます。最近の中で一番声眠そう。嘘。本当に多分昨日の夜配信の方が声眠いよ。おはようございます。ちゃんさん、フォローありがとうございます。おはようございます。ゆうとさん、リラックマのギフトありがとうございます。お腹すいた。CT にいる時からフォローしてたからよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。よく寝れたかしら。めっちゃよく寝れた今日。多分ね、今日気絶したように寝た。記憶ないもん。久しぶりに YouTube を見れました。本当に昨日の配信でも言ったけど、なんか最近 TikTok とか YouTube とか今まで毎日開いて見て、寝る前に絶対 TikTok とか YouTube 見てる生活してたんだけど、今まで。でも昨日はじゃない、最近本当になんか YouTube、TikTok 見る時間もなくて、なんか気持ち的にもそんなことしてる時間ないみたいな感覚で、本当になんか見てなくて。すっごい久しぶりに YouTube を見ました。でももう記憶ない、記憶ないぐらい
気絶したように寝たから結局なんか見てない結局見てないって感じなんだけど、ヤッキーさんリラックマンのギフトありがとうございます。てる間に寝ちゃう、そうそうそう、見ながら寝たって感じ。もう多分ひな、ほんと気絶したように寝た今日多分ね、ひながね寝てる時ってもう大体なんか睡眠というよりはもう気絶って感じありがとうございます。久しぶりに朝配信見れて嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。何時頃まで分かんない、もう気絶してるから意識飛ぶ感じ、なんかわかんないけど、どうだろう。なんか夢見た、見てないということは爆睡したってことですね見てないということは爆睡したってことだと思います。爆睡しました、おはようございます。レナレナさん初見ありがとうございます。寒いな、寒い、最近配信で夢見た話全然聞かない。なんか最近睡眠をちゃんと取ってるかっていう記憶すらないからさ昨日の配信でも言ったんだけど、自分が最近寝てるかっていう記憶がマジでなくって、今日何日ぶりに睡眠したって思ったなんかもう最近の記憶が本当にないんですよ。最近の人生の記憶、お仕事してるっていう記憶はあるんだけど、レッスンしてましたとかそういう記憶はあるんだけど、家に帰ってきてからの記憶がないの。ご飯食べてるか自分でも分かんない。ワンちゃん絶対ご飯食べてない日もあっただからほんと記憶がないですよ。多分睡眠してるかご飯食べてるかっていう記憶がマジでない。だから久しぶりに寝たなって、ちゃんと記憶に残る睡眠をすごい何日ぶりにした気がしてる。おはようございます。はよう体調崩さないように気をつけ、ありがとうございます。そうですね、もう体調崩してしまったらもうね、それが一番きついので、てか激寒いんだけど寒いんだが眠いんだがお腹空いたんだがおはようございます。
今日は2月22日です。皆さん今日は何の日ですか？皆さん今日は何の日ですか？あーもうなんか服がここにほったらかしにしてあるのバレてるしもういいよ寒いし。そうです、皆さん今日はマーキーさんの発売日です。なんと東京キュートキュートでマーキーさんの雑誌に連載、詳細、天才、なんだっけ、掲載させていただいています。しかもなんとね、グループとしてもそうだし、ソロインタビューとソロ撮影もしていただいたので、皆さんぜひゲットしてください。もうね、今までのグループで叶えられなかったこと叶えさせてもらいましたって感じ。本当にこうしてね、なんか本当に少し目標がたくさんある中の一つです。本当に雑誌に載ってる私をみんなに見てもらいたいとか嬉しいなって思います。本当にヤヒはもうどんな内容なのか見ました。一足を先、もうみんなびっくりするよ、可愛すぎてツイッター&インスタフォローしました。ありがとうございます。レラネーナさん、ありがとうございます。本当に嬉しいです。幸せなことですね。ヤヒが自分で言うんだから、そう、あ、まあ自分に言ってるわけではないんですけど自分に対してはまあ言えないんですけど、そう、まあ、本当に東京キュートキュートが可愛いなとすごい思いました。何歳なんですか？20歳です。おはようございます。嬉しいね、はい、本当に皆さんぜひゲットしてください。マーキーさん本当に嬉しい、こうやって写真載ってる私を見せたいとか言ってたの覚えてるかな覚えてるかな。こんなすぐ叶えさせていただいてね。でも本当一回で終わらないように、もうもっとね、読んでもらえるようにグループとしても私としても頑張りたいなと思います。明日のライブ楽しみね、楽しみだね
な、本当に楽しみ、めっちゃすごいワクワクしてる、ワクワクしてます。明日のライブ楽しみ、みんな早く会いたいよ早く会いたいよ、楽しみで、楽しみすぎて。お腹がすいた。なんでこんなにお腹がすくんだろう。本棚がいっぱいになるくらい雑誌に載ろうね。うん。ありがとう。頑張ります。だから皆さん、昨日も言ったんですけど、あの雑誌のねアンケートとかぜひ私の名前を書いてください。ぜひぜひ。おはようございます。通勤ナウです。お、お疲れ様です。今日もお仕事頑張ってください。人間だものお腹すいた、本当にお腹すいた。書くよ、ありがとう。はいはいはい、だってありがとう。笑顔が可愛いですね。ありがとうございます、嬉しいです。宛先見えないぐらいびっしりアンケート書くわ。お願いします、お願いします。土曜日ヤヒに会うの楽しみに頑張る。ありがとう、嬉しい、ありがとうね。みんなも、みなもです。本当に楽しみ。おはようございます。最近もずっと納豆ご飯食べてる。いや、それがねえ、本当にご飯を食べた記憶がなくて、私は最近何を食べて生きていたんだってちょっと自分でも疑問です。記憶にない。自分が食事をしている記憶がない。仕事中だけど、ヤヒの顔見てるだけで頑張る、嬉しい、お仕事頑張って。夜勤終わって家の最寄り駅着きました。お仕事終わったばっかなんですね。わあ、もうそれはもうたくさんおいしいもの食べてもうぐっすり寝てください。お疲れ様です。身長何センチ？157センチです。まだ夜勤中です。25日のライブ行き、ありがとう、夜勤頑張って、お仕事25日待ってます、嬉しい。寒い、明日伺います、ありがとう、楽しみにしてます。会えるの、食事だけはちゃんと取ってください、マジで。はい、そうします、そうします。おはようございます。お腹すいた、お肉食べたい。なんかめっちゃ美味しいクッキー食べたい今。なんかめっちゃ美味しいバタークッキーみたいなやつ食べたい。うわ、絶対うまいじゃん、もう一生食べれる。
お腹すくなー、なんでこんなお腹すく、わーもうお腹すいて、もうやみそうお腹すいてやみそうとはおはようございます。今日も家庭がお肉大好きなのじわった、うん、これから多分毎日出てくると思いますそれでも直すのもいいんだよ、もうまた機会があったら焼肉で好きなメニューは、これ実はこんなお肉好きお肉好き言ってる割にお肉に詳しくなくってなんか何が何で何が何だか本当わかんなくて、でもお肉的お肉が好きなんですよ私は。これぞお肉みたいなお肉が好き。なんかだからカルビーとか、私がもうまあこれ頼んどけばまあ別に間違いないっしょと思ってるのが、まあ別に違いはわかりませんがカルビーとロースとなんだっけ、あそうハラミこれがまあお肉的お肉かなって思って、でも本当に違いは分かりませんやばいよね、お肉好きって言ってる割に全然知らないっていう、もうすごいよく分かんない。とにかくひのはお肉的お肉が好きなんですよ。もちろんタンとかも好きですし、タンとかも好きなんだけど、まあタンも食べるんですよ。というかやっぱりなんかタン好きな人ってめっちゃ多いじゃないですか。タン好きな人ってめっちゃ多くない、なんかもうむしろタンしか食べたくないわみたいな人が私の周りにすごい多いんですよ。まあ、タンもめっちゃ好き、美味しいんだけど、でもなんか周りの人がタン好きすぎて、好きな人多すぎて結構タンも好感度上がったんですね前より。いや前も好きだったんだけど、前も好きだったんだけど前より好きなんだけど、ん、結構前もタンは好きだったんだけど前より好きになった。でも私はまあそれも大事だけど、やっぱお肉的お肉を食べることに意味があるって思っててそう、お肉的お肉を焼肉のタレにめっちゃつけてお米と一緒に食べるのが一番幸せだと思ってる。タンはレモン汁で食べると最高、めっちゃ最高。やばい、焼肉食べに行きたくなった、焼肉食べたい、いいな。というかもう全然焼肉のタレでお米食べたい。もうお肉なくてもそれだけでお肉食べた気になれる気がする。そうしよっかな、ひなこの家に焼肉のタレ買ってお肉は食べないけど焼肉のタレで毎日ご飯食べようかな。めっちゃよくない？え、ね、それこそ節約だよね。お肉食べた気になるっていう、それでそれでお肉を食べた気になる、最高の節約じゃんそれって。そうしよっかな焼肉のタレ買おう、それでお米食べようカルビクッパとか好きかな、めっちゃ好きなんだよね、ひなクッパ、カルビクッパ、ユッケジャンクッパとかめっちゃ大好き。肉差し入れしたい、嬉しいその気持ちが嬉しい
タレがうまいの分かる。うん、タレがうまい。おいしいやつね、おいしいやつ。お肉の代わりにこんにゃくを焼肉のタレにつけたらいいかも。絶対嫌だ。絶対涙出る、そんな。こんにゃくって思っちゃいそう。だったらお肉なしでタレとお米の方が寂しくない。どれだけ節約したいの。いや、節約しないと本当にやばい。もう生きていけない。激節約生活。クッパ美味しいよね。うん、クッパ美味しい。生肉のプレゼントはダメだけど、ヤーキーとかサラミはいけるんだろう。え、どうなんだろう。でもなんかそれはなんか袋とかに入ってるけど大丈夫な気がする。うん、難しいよね、そこのあれが。ペッパーランチは好き、大好き。大好き、本当に。ペッパーランチを初めて食べた時の感動は忘れない。あんにゃん、かみさんみにだ。朝から肉食うかな。いいな。おはようございます。そうだよね、なんかプレゼントどこまでがどこまでって多分なる。でもなんか考えすぎなくてって言ったらあれだけど、なんかたぶん結構何でも大丈夫だと思います。はい、結構ありがとうございます。なんか気持ちが嬉しいです、とっても。ディズニーランド派、ユニバ派。もう遊園地全部好きだからそんな選べない。遊園地愛してる、テーマパーク愛してる。もう最近ほんとディズニー行きたくて、まあでもなんか今はディズニーよりユニバー、なんかちょっと一回違う県行きたい感が強くて、そう、違う県に行きたい。手作りじゃなければ大体大丈夫だと思います、ですって。皆さんありがとうございます。よしぼうさんらしいです。手作りじゃなければ大体大丈夫みたいです。富士急ハイランド、行ってみたい。来週ユニバ行く、いいな。羨ましい。感想教えてね。仕事戻ります、頑張ってください。行ってらっしゃい。ディズニーはマジで行きたい。わかる、マジで行きたい。行きたいな。気晴らし、もう一日もうなんか、富士急行ってみたい。でも富士急全部めっちゃ怖そう。絶叫絶叫絶叫って感じ、富士急のイメージ。長島スパーランド、全然わかんない。どんな感じの場所なんですか。行ってみたい。アメリカのディズニーとか一度行きたい。めっちゃわかる。アメリカのディズニーはあのこの私の人生の中で一度は行ってみたい。
生涯を終えるまでに。ひなたあれ行きたい、ジブリパーク、ジブリパーク、ジブリパークは多分なんか乗り物とかないと思うけど、普通にひなジブリの世界にさ転生したい。千と千尋の神隠しの世界に行きたい。千尋になりたい、千尋に。ひなたちゃんと遊園地デートは楽しそうだね。ほんと嬉しい。めっちゃ絶叫系乗らせまくるけどいい？休憩なしで休憩なしで絶叫系乗らせまく、もうご飯なんて食べさせないぐらい、いやそれはちょっと嘘だけど、そんぐらいのレベルになるけどいいです。ヤヒはジブリの主人公にいそうなタイプ。あ、本当？嬉しい。それってなんかさ、ドジだったりするからじゃない？なんかジブリの主人公ってドジなイメージ。まあなんか線とか。みんなさ、本当もうなんか本当言いたくないけどマジでドジなんだよね。一日一回は何かでつまずく。一日一回はもう。会とかどころじゃない。なんかひな人前でなんかさこけたりするのめっちゃ、まあ普通に恥ずいじゃん人前でこけんのって。でも絶対にこけちゃうんだよね。足元見れないのかな。昨日もまあお仕事があって、なんか階段の前にドアあって、そのメンバーがそのねドア開けてくれたの。だからありがとうって言ってひなが先に出たんだけど、階段のところでずっこけて転んではないけど、なんかうわー危ねーって感じ。おはようございます。まあ確かにジブリの主人公ってそんな感じだよね。なんか常にこけて、おっとっとみたいな。ドジっ子嫌いじゃない？本当？嬉しい。あとはなんかの時に、まあ雨降っててそれでコンビニ入ったらずっこけました。尻餅ついた。尻餅つけました。普通にでも友達いたからよかったけど、一人だったらもう泣いてた。転ぶときにさ、友達がいるかいないかで人生変わると思いませんか？一人だったらもうどうすればいいのって。人がいるからさ、なんかもう大爆笑で終わるけどさ、助けてもらってね大爆笑できるけどさ、人いなかったらもう大爆笑もできないしさ、いっもう発痛みたいな。うん、やだよね。こんな感じです、はい、ということで、あっという間に時間が過ぎていたことを知りました。はい、ということで、じゃあとりあえず朝配信はここで終わりにしようかなと思います。ではランキング読みます。13位てってれーさん、ありがとうございます。12位ジャビさん、ありがとうございます。11位タッピさん、ありがとうございます。10位とちおの末蔵さん、ありがとうございます。9位よしかずさん、ありがとうございます。8位よいちさん、ありがとうございます。
7位ジンさんありがとうございます。6位ツルさんありがとうございます。5位アンドゥさんありがとうございます。4位ウッチーさんありがとうございます。3位ヤッキーさんありがとうございます。2位マシオさんありがとうございます。1位ユートさんありがとうございます。ありがとうございます。みんな朝早くから、嘘でしょ、朝焼き肉行ってくる、涙出そう、羨ましすぎてはい、ということで今日も一日頑張りましょう皆さん。今日は2月22日、マッキーさん発売日です。東京キュートキュート雑誌に載ってさせていただいています。本当に可愛いので、そしてソロインタビューもソロ撮影もさせていただいたので、絶対ゲットしてください。もうゲットしたらすぐにツイッターとか感想投稿してくださいもうみんなのお友達に紹介してください。みんなのツイッターのお友達に、ヤヒ雑誌載ったよって報告してくださいもしかしたら知らない人もいるかもしれないから、感想をツイッターにもう投稿してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。 NGT ファンの人にお知らせしたい、嬉しい、よろしくお願いします。ぜひお知らせしてください、ありがとうございます。ということで、お昼はまた12時から配信したいと思います。次の配信は12時からです。よろしくお願いします。今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい、バイバーイ、ありがとうございました。いってらっしゃい。